世界アジア東、アジア日本レブン島アシカ島スコトン岬の先に見えるアシカ島アシカ島は、北海道レブン群レブン町に属する無人島。名称は、海馬島や、とど島とも表記され、また、アイヌ語における名称はポンモシリである。レブン島のスコトン岬から北方約1キロメートル沖合に位置する離島であり、白浜のスコトミ漁港から、 直線距離にして約2キロメートル江戸屋の浜中漁港からは約3キロメートル離れている。リシリレ尻霊ンサロ別国立公園に含まれる島であり、20世紀初頭から1980年代にかけては昆布やウニの漁期に限って漁業者が居住していた。高台には足利島灯台が存在する。玄武岩の中条節理が広く見られ沿岸の 大部分は、海食崖となっており、島の東西は、岩礁地帯となっている。しかし南北には、入り江が存在し、本田勝市は、上げ波町のような形であると表現している。これらの入り江は、歴浜となっており、南側には、鉄骨構造による、全長20メートルの桟橋が存在する。島の中央部は、大地となっており、船泊村。 孫西洋蘭昭和三十年度版では、眠れる海馬のごとき島影と表現されている。植生は草原となっており樹木は見られない。高台には工術の灯台が位置し、南北の入り江とは、の道でつながっている。また島の南部、の道の入り口付近では、湧水が見られる。島内には、神社があり、祠には、 弁祭典と集合される一木島姫が祀られていた。神社祭も行われていたという。1846年に、礼文島を訪れた、松浦武四郎の著書、東西江戸場所境長書では、春に、都度漁が行われる島であることが、地名の由来であるとしている。1876年に、礼文島を訪れた、佐藤正勝は、冬に、 トド漁が行われる島であるとしている。2014年の時点では、島の近海において、トド漁が行われているものの、その多くは、漁業被害を防ぐための駆除のみを目的としたものであり、食肉などに利用するものは少数であるという。また1990年代からは、ゴマフワザラシの回遊が確認されており、当初は冬に限定されていたが、2001年2月の、 北海道新聞には一年中ゴマフアザラシの群れが見られるとある。また島では海鳥も多く見られ、2015年5月から7月にかけて行われた調査では、ウトウの重要な繁殖地となっていることが明らかになった。他に、ウミウヤオオセグロカモメノスも確認されている。なお、レブン島はベニヒカゲが多く生息する島として知られているが、アシカ島では、 生息が確認できないという。陶器は北西風が強い地域であり、定住は困難とされ、20世紀初頭から1980年代にかけては昆布漁やウニ漁を行う漁業者が漁機のみ居住していた。また、アワビが多く獲れた時代もあったといい、船泊村編、郷土に収録されたド,ドイツでは、アワビの島とされている。 元島民の田原静雄によると、最も人口が多かった時期には100人ほどの居住者がいたという。近海は漁場となっており、島の沿岸はアイナメカジカハチガラソイホッケの釣り場とされる。かつては観光地として知られており、船り村,村、村西洋蘭昭和30年度版では観光名所の一つとして挙げられている。古くは、マサキ藩の調査記録である。 江戸巡覧筆記において言及されている。近藤重造作、レブンシリ島図において、本無知里として描かれており、今井八十九郎作、レブンシマリシリ島、りっしり図では、し島と記されている。1888年に、北海道庁水産課によって測量が行われ、1895年には、水路部が測量を行っている。近世から、 明治初期までの文献においては、レブン島からの距離を約14町島の周めぐるは約25町とするものが多い。島西部の高台にある灯台。1959年11月27日に開設。白と黒の2色で塗られた灯台である。1961年に島を訪れた、本田勝一は、島の、 観光的事物はこの灯台くらいであったと述べており、翌1962年に島を訪れた、串田孫一や1997年に島を訪れた、元紀州寺はこの灯台に登っている。灯台の壁には2枚のプレートが埋め込まれており、そのうちの一つには、海馬島灯台とのみあるが、もう一つのプレートには、足利島灯台発展昭和34年11月。 改築平成元年10月と記されている。海上保安庁水路部による1962年発行のレブン島及び諸分け図では、明かり室は3秒に1 0 0光、東下標高54メートル、光立ち距離16回りとしている。1972年観光のレブン町市では、明かり室、先光3秒、高度1カンデラ、光立ち距離13回りとしている。 1973年には、高原が道内で3番目にアセチレンガス等から、太陽電池点灯に変えられた。1995年観光の、東大ミニガイド北海道編では光立ち距離を16.5回りと、し、単線発光を毎3秒に1線光とある。2009年7月21日には光立ち距離が9回りから7回りに、短縮された。 周辺の海域は座礁事故の多発地帯であり、古くはランプが灯台代わりに用いられていたという。船止まり郷土民謡研究会が1946年8月に発表した八坂説には、スコトン岬のカモメの願い早く灯台会馬島へ、との一説があり、船止まり村編、郷土に収録されたド,ドイツにも、レブンの娘の切ない願い早く灯台と土島に、 との一説が見える。建設工事には地元の漁師も参加した。なお2001年4月の叙勲では、43年間東大の監視を担当し続けている男性に、勲六等随法賞が授与されている。この男性は、スコトン泊まり在住の漁師であり、当該への出稼ぎのため不在となる当期には、妻が代わりを務めていたという。 スコトン・岬と足利島の地形図文化4年に西江ゾ地を調査した近藤十三のレブンシリ島図ではレブン島北方の小島として本の尻を描いている。また場所受け追い人の村山直行が文化13年2月に所写したとされる正木江エ地島図ではレブン島の北北西に位置する小島として本の尻を描いている。文政九年頃の作と推定される。 高橋景康の絵図図においても、礼文島の北に、本リを描いている。なお松浦竹四郎の著書、最高絵図日誌によると、絵図皇帝記という文献にも、本リとして記されている。幕僚記の記述が見える。絵図地名会にも、礼文島の北に、本リと、猿小島があるとの記述が見える。天保5年に、 レブン島を測量したい前89郎のレブン島、りシリ島図では、スコトン岬の北にある小島として、豊島が描かれている。近代の資料においても、カタカナのみで表記されることがあり、北海道庁水産課による1888年の測量図、北見国レブン郡神崎村に死んだ手アミバ測図、第8号には、豊島、 レブン島民の茶器伝え苦労が1912年に観光したレブンの渦では、とと島、1927年観光の船泊村生一般の渦では、と島と表記されており、船泊村の土地台町においても一貫して、と島内市は、と島と表記されている。高下3年にレブン島を調査した松浦武四郎の著書。 東西江戸場所境町所や、安政五年頃の成立と推定される、函館部業所の役人、矢部内与と太郎の著書、江戸前地書集の地図では、戸島とじまと、表記されている。また安政年間頃の成立と推定される、餌し置きの口備え付けにしえぞ地五場所絵図の一つ、レフンシリ島図や、安政二年から、レブン島の敬語を担当した秋田藩の、勘定法による、 レフンシリシマリアクズでは、と島と表記されている。北海道庁が1896年に発行した、北海道地形図や、陸地測量部が1898年に発行した、北海道仮生半五万分一図にも、とどじとあり、2010年に、レブン町が刊行した、あの時例文や2011年の、北海道新聞における記事、 2014年の産経新聞における記事のように近年においても都道島という表記が用いられることがある。現在国土地理地図などにおいて用いられる足利島という表記の古い例としては水路部観光の日本北周沿岸書分け図初集のレブントーフなどまりワン図がある。1898年11月11日付観報の 水路国時第990号にも、レブン島、北端にセルアシカ島とあり、同年観光の日本水路市第5巻においても、同様の表記となっている。マイナビニュースの記事では、名前が変わっていることで有名な無人島の一つとして、アシカ島が挙げられている。しかし漢字表記としては、海馬島の方が一般的であった。古くは安政4年に、 仙台藩によって作成された、霊粉シリングリ島の図において、海馬島と表記されている。1875年の書者とされる、北見国レブン群前図においては、海馬島と表記される。佐藤正勝の日誌や開拓誌、札幌本町民事局駅定下の南パ線届け録における1880年の前方丸南パに関する資料では一貫して、 海馬島と表記され、茶木伝クロ労の著書、レブンや1917年成立の船泊村遠隔しにおいても同様に表記されている。1923年発行の陸地測量部による測量図では海馬島とあり、1945年製版の修正20万分、一帝国図第4号においても同じ表記が引き継がれている。 1972年観光の、レブン朝市などにおいても、海馬島という表記が用いられている。また、透明の発音については、1888年測量の、日本、北州沿岸所分けず初秋、レブン島船止まりワンズにおいて、トゥードゥ島と記載されており、1953年観光の、船泊村編、郷土においても、都度島とあるほか、 日本地名大辞典や、角川日本地名大辞典において、同様の読みが採用されている。一方、1930年に発行された海図や、1962年に発行された、海上保安庁水路部、レブン島及び、書分け図では、トゥードゥー島とあり、1978年観光の、南読地名辞典や、日本歴史知名体系においても、同様の読みが採用されている。 1952年5月7日撮影の航空写真。国土チ理リの地図、空中写真閲覧サービスの画像より抜粋。1977年10月23日撮影の航空写真。国土チ理リの地図、空中写真閲覧サービスの画像より抜粋。2014年9月3日撮影の航空写真。国土チ理リの地図。 空中写真閲覧サービスの画像より抜粋。種島は、平島の北方に位置する最高標高3メートルの岩礁群。足利島からは、約3キロメートル離れている。そしてすぐ北に位置する岩礁は、レブン町の最北端であり、日本の排他的経済水域外縁を根拠づける離島の一つであることから、2012年に、種北小島と命名された。 日本、北州沿岸書分けず初修、レブントオフ船どまりワンズでは、種島と記載されており、高8フィートとある。1962年に足利島を訪れた、串田孫一は、漁師が種島に昆布などを取りに行くとしている。また元木修司は種島について、黒い岩礁であるとしている。種島と種北小島の沿岸は、いずれも、環境脆弱性指標図において、 平坦内素に分類されている。船止まり村編、郷土には、明治の中頃までは、トドが群れをなして生息していたとある。1925年までは、トドの繁殖が確認されており、日本国内における、唯一の繁殖地であった。以降も1970年代までは春になると、多数のトドが集まる、上陸場であったが、1980年代には、 稀に数島が上陸する程度にまで減少し、2014年の時点においても都度の上陸は稀にしか見られないという。ただし島の周辺では、2018年現在でも都度、漁が行われている。なお主島の北方には、沖のソリと呼ばれる、水深約3メートルの暗礁があり、日本、北周沿岸所分けず初周、レブン島船ワン図では、 沖の書、沖の書として記載されている。ありがとうございます。